だいぶ肩こり治ってきました。と思ったらね、骨格がね、女子に戻ったっていうか、だんだんね、ちょっとずつ女子に戻ってきてるんです、骨格が。幼い頃のね、うちの体型、うちの骨格女子に見えたでしょうけど、まあ、その後に、やっぱりちょっと男子とか骨格の美人になりましたから、ちょうど知れてるけどね。肩こり治ったら、ね、胸も大きくなり、肩の形もね、どんどん、女子の角度、骨格って感じになって。そうそう、母数が怖いとかいう男性多いけどね、もうちょっと怖くないですよ。安全ですか？理系のが怖いわ、理系のは。ね、だから母数が怖いって言ったら、その母数に怖い理由があるんだって、自分自身に怖い理由があるっていうか、ね、ちょっと自分が母数とか、母細工とかって、母数のそばにいたら自分が母細工とかって呼ばれる恐怖心から母数は恐怖をもたらすものである。って思ってる可能性が出ます。ただね、その、例えば、大和民族に大和民族の性格、で、うちら、蝦夷民族に蝦夷民族の性格、違和感もあるはずだけど、そこに違和感を感じるか、まあ、頭がブスやね。違和感は感じんじゃない。ね？なんか独特なバランスを感じれば、それはそれでいいけど。だけど、例えば、大和民族に蝦夷民族の性格を要求したり、あの、うちら、蝦夷民族に大和民族の性格を要求なんかされたりしたら、その性格ブスになっていくやろうし、その結果、表情もブスになっていく。容姿とか容貌とか言うけどね、表情の問題で、表情さえ良ければ、そう、みんなのブスの定義、特に男子の思ってるようなブスの定義なんか、簡単に覆らない。みんなブス言ってんのよね。本当にブスって、その、語源通りね、表情やね、その時の。な、ね、それは、まあ、あの、豊西以外に関しても言えるんですよ。他の人種とかね、他の民族の方々についてもね、別の民族の性格を要求されたら、それは仏教ってなるって言ってました。それは仏教になるでしょう。